アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼサンノゼはアメリカ合衆国カリフォルニア州にある都市。半導体、コンピュータ関連の産業が集積するシリコンバレーの中心都市でシリコンバレーの首都を名乗る。2020年のイギリスのグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークではガンマの都市とされアメリカ西部有数の世界都市である。サンノゼはスペイン語で セイヨセフを意味する。スペイン語本来の発音はソックス、セダが、英語での発音は添化して、SN 税、せの税、せんほ税となり、アメリカ英語では、せんほ税となる。三のシュの発行する日本語のパンフレットには、三ほせと表記されている。中国語表記は、せいかにし、他の大都市に比べて、所得水準が高く、 アメリカ国内の人口25万人以上の都市を対象とした全米安全度調査の第一位である。1777年11月29日にスペイン軍の軍事補給基地として集落が創設され、カリフォルニア州の最初の州都となり発展した。1864年のサンフランシスコ鉄道、開通後は肥沃な農業地帯から産出される果樹。 野菜の集産地として発展した。その後は乾燥フルーツ、果物缶詰加工工業で知られるようになる。20世紀に入り、サンフランシスコ都市圏の拡大により、人口が急増し、1970年代に人口45万人を突破した。1970年代後半からは、シリコンバレーの中心地となり、20世紀末からのアメリカ経済復興の呪しを上げた。 人口はその後も増え続け、2010年あたりに人口は100万人を突破するだろうとの予測がなされていたが、2009年にはすでに突破していた。サンの税は、サンフランシスコ湾南岸の北緯37度18分15秒、整形121度52分22秒に一致している。アメリカが州国統計局によると、 この都市は総面積461.5平方キロメートルである。このうち452.9平方キロメートルが陸地で8.6平方キロメートルが水地域である。総面積の1.86%が水地域となっている。欠片の気候区分では地中海性気候に属する。3のぜ2010年国勢調査の都市の人種。 民族分布の地図オレンジの点はヒスパニックを表し、青の点が黒人を表し、緑のドットがアジア系を表し、赤のドットはヒスパニック系白人を表し、グレーのドットはその他の人種年齢構成2000年現在の国勢調査で、この都市は人口89万4943人、27万6598世帯。 および20万3576家族が暮らしている。人口密度は1976.1平方キロメートルである。622.3平方キロメートルの平均的な密度に28万1841件の住宅が建っている。この都市内の住民は26.4%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が9.9%、25歳以上44歳以下が35.4%、45歳以上64歳以下が20.0%及び65歳以上が6.3%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は103.3人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は102.5人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は7243ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は74813ベードルである。男性は49347ベードルに、対して女性は36936ベードルの平均的な収入がある。 この年一人当たりの収入は26,697ベ米ドルである。人口の8.8%及び家族の6.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.3%及び65歳以上の7.4%は貧困線以下の生活を送っている。三のゼはオレンジ軍と並んでベトナム系アメリカ人の多い都市であり。 2010年の統計によれば人口の1割をベトナム系が占める。公共交通機関にも英語、スペイン語の他にベトナム語の掲示が多い。サンのゼのダウンタウンのパノラマンのゼアスクエイクスは2005年にヒューストンに移転してヒューストンダイナモと名称を変更した。その後リーグ拡張で同盟のチームが2008年から活動を開始したが2014年までは 市内ではなく、サンタクララで試合を行っていた。アドビ本社、ビル・サムスングループのシリコンバレー本部シスコシステムズのメインキャンパスイーベの本社ビルペイパールの本社ビル2004年のデータによると、サンノゼとその周辺地域での生活費はカリフォルニア州でも、米国でも最も高い。住居費が高い生活費の主な理由だが、 アクロ生活費指数で調査したすべての地域の住居費で全国平均を上回っている。地域の世帯は米国のどの都市よりも高いか処分所得を持ち50万人以上の住民が住んでいる。三の世は米国の外国貿易地区であるという特徴がある。市は1974年に米国連邦政府から対外貿易地区の助成金を受けて、 米国で設立された18番目の外国貿易地区になった。サンノゼ市は、その助成金の下で、サンタクララ軍、モントレー軍、サンベニート軍、サンタクルス軍、南部のサンマテオ軍とアラメダ軍の外国貿易を監督、管理する管轄権を与えられている。サンノゼには、アド e アルテラ、ブロケードコミュニケーションズシステムズ、ケーデンス、 デザインシステムズ、シスコシステムズ、イーベ、リーズサンドイッチズ、ルーメルズ、ペイパル、ロセンジンエレクトリック、サンミナ、ザイリンクスの本社など、1000人以上の従業員を持つ多くの企業がある。ベクトン・ディッキンソン、エリクソン、ヒューレット・パッカード、日立製作所、IBM、カイザー・パーミネンテ、KLA、ロッキード・マーティン、日本板、ガラス、クアルコム、 エーフメディアグループの主要施設がある。サムスン半導体の北米本社はサンノゼにある。2015年にオープンするサムスンの新しいキャンパスでは約2000人の従業員が勤務する予定である。サンノゼに本拠を置く、その他の大企業にはアルテラ、アトマル、セイバ、サイプレスセミコンダクター、エシュロン、エクストリームネットワークス、ハーモニック、イット、 マキシム・インテグレーテッド、マイクロチップ・テクノロジー、ウェブ、ネットギア、ノーベラス・システムズ、オラクル、オクラー、OCZ、クアンタム、サンパワー、シャークス・スポーツ、スパー・マイクロ、ザ・ペリ、ティボ、ウルトラ・テック、ベラホーンがある。大規模な政府関係部署には、市政府、サンタクラ・ラグン、サンノゼ州立大学がある。エーサーの米国事業部は、サンノゼにオフィスを構えている。 ネットコムは閉鎖前に本社をサンノゼに置いていた。2015年7月31日、クパチーノに本拠を置くアップル社はサンノゼの40エーカーのサイトを購入した。ラッチであるこのサイトは同社のオフィス及び研究キャンパスのサイトであり1万6千人の従業員が配置される。アップルはこのサイトに1億3820万ドルを支払った。 売り手のコネチカット州に本拠を置くファイブマイルキャピタルパートナーズは2010年にサイトに4000万ドルを支払ったばかりであった。不動産の専門家は現在シリコンバレーにある他のハイテク企業もサンノゼで土地や不動産を購入してアップルの道をたどることを期待している。サンノゼ周辺のハイテク関連のエンジニアリング、コンピューター、 マイクロプロセッサー関連の企業の大規模な集中により、この地域はシリコンバレーとして知られるようになった。カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、サンノゼ州立大学、サンフランシスコ州立大学、カリフォルニア州立大学イーストベイ校、サンタクララ大学、スタンフォード大学などの地域の学校は、毎年数千人の高学及びコンピューターサイエンスの 卒業生を輩出して、地域経済に参入させている。サンノゼの住民は、他の、どの都市よりも多くの米国特許を出願している。2015年10月15日、米国特許商標庁は、シリコンバレート、米国西部にサービスを提供するために、サンノゼにサテライトオフィスを開設した。米国のすべてのベンチャーキャピタルファンドの35%は、 サンノゼとシリコンバレーの企業に投資されている。2018年4月までに Google はサンノゼのシリコンバレーで最大の技術キャンパスの計画を進めてきた。2014年1月雑誌フォーブスは CAREERBLISS.com がサンノゼサニーベールサンタクララの大都市圏を米国で最も働きがいのある場所としてランク付けしたと報告している。 この報告は、ランキングの理由のいくつかとして、楽しく革新的な職場環境を提供している企業に加えて、通常高い給与と成長の機会を提供する技術職の大規模に集中していることを挙げている。ハイテクバブル期の高度経済成長により、雇用、住宅価格、交通渋滞が1990年代後半にピークに達した。 2000年代初頭に経済が減速したため、雇用と交通渋滞は幾分減少している。2000年代に経済が改善するにつれて、主要な高速道路に沿った交通が再び悪化し始めた。三の税は2006年に、その都市内で40万5千人が働いていて、失業率は4.6%であった。2000年、三の税の住民は、 人口が30万人を超える米国のどの都市よりも世帯収入の中央値が高く、現在は28万人を超える米国のどの都市よりも収入の中央値が高くなっている。2013年3月14日、三の税では街中に公衆 Wi-Fi 接続を実施している。市内の屋外照明ポストに Wi-Fi 接続ポイントが設置されてきた。元 IBM ハードディスク工場地の 変遷シリコンバレーの中心都市として様々な企業が本社、主要研究開発、工場拠点を置いて技術の進歩につれてサンノゼの企業も変化を遂げている。ハードディスクドライブの分野ではサンノゼのグレートオークスにもともと IBM 工場があった。ここでは様々なディスク記憶装置が開発、製造されてきて1956年発表の IBM350、1973年発表のウィンチェスター、その後初のフロッピーディスクが作られている。1982年には、日立製作所、三菱電機社員が関わった、IBM 産業スパイ事件が起こっている。1990年代に、IBM が事業全体をシステムインテグレーションに傾注して、ハードウェア事業から離れる中、 2003年には、日立製作所が IBM のハードディスク事業を買収して、日立グローバルストレージテクノロジーズを設立して、3のゼのここに本社を置いた。その後、世界で2大ハードディスクメーカーの一つ、ウェスタンデジタルが2011年には HGST を買収した。ウェスタンデジタルは、同じくシリコンバレーにあるサンディスクを参家に置いたりして、 2017年には、サンノゼ工場へ新社屋を建てて、本社をロサンゼルスのすぐ南のアーバインからそこへ移した。IBM 自体は、サンノゼのアルマデンバレーに1986年から基礎研究所などを保持している。サンノゼへは、サンフランシスコベエリアのマスメディアがサービスを提供している。サンノゼの印刷メディアには、サンノゼマーキュリーニューズ、週刊メトロシリコンバレー、 エル・アブサー・ビダー、シリコンバレー、サンノゼビジネスジャーナルがある。米エリアの NBC 系の KNTV11 は、サンノゼに拠点を置いている。米エリアの放送局には、合計で34のテレビ局、25の AM ラジオ局、55の FM ラジオ局がある。1909年4月、サンノゼの電子関係講師であるのチャールズ・ヘロルドは、人間の声を電波に乗せる。 ラジオ局を建設した。ラジオ局3のゼコーリングは一般の視聴者を対象としたスケジュール番組で放送する世界初のラジオ局であった。この放送局は1910年に初めて音楽を放送した局であった。ヘロルドの妻シビルるは1912年に最初の女性のディスクジョッキーになった。 そしてこの壺根は最終的にサンフランシスコの KCBS になるまで何度も所有者が変わった。というわけで KCBS は米国で最も古いラジオ局といえて2009年には100周年を祝っている。2017年6月30日時点で市のトップ雇用者は以下の通り、3のぜ地域には3つの週間高速道路国道、修道があり、 高速道路はよく発達している。しかし、主要な二桁大週間高速道路がない、最大の都市である。加えて、など、サンタクララ郡高速道路システムの多くの自動車、専用道路がある。サンタクララバレー交通局ライトレール電車、サンノゼまでの、及び市内の鉄道には、がある。サンノゼ歴史博物館からの歴史的市外電車は、休日に、 ダウンタウン内のライトレール路線で運行される。バートを誘致し、イースト米を経由してサンノゼまで伸ばす、長期計画がある。ディリドン駅は、サザンパシフィック鉄道によって1935年に建設され、1994年に改築された駅で、この地域内のすべての通勤用鉄道が集まっている。サンノゼ国際空港へのダウンタウンの上に飛んでいる。 飛行機サンタクララバレー交通局はサンロゼ及び周辺地域内で複数のバス路線を運行し、同じく地元住民に対してパラトランジットの提供も行っている。加えてハイウェイ17急行バスはサンタクルーズとサンロゼ中心部を結んでいる。ダウンタウンの北西2マイルに位置するノーマンワイミネタサンロゼ国際空港とレードヒルビュー空港が利用される。また、 北西35マイルに位置するサンフランシスコ国際空港と北35マイルに位置する中規模空港オークランド国際空港も利用している。現存するアメリカ最古の3つの日本人街の1つがある。19世紀末に入植した日本人が火事で移転した中華街の近くに気づいたのが始まりである。その後、日本人排斥。 太平洋戦争中の強制収容などを経て、現在でも一世を含む日系人が経営、勤務する料理店やスーパーマーケットはもとより、旅行代理店、メガネ店などが立ち並び、シニアの日系人の暮らすアパートもある。ほぼ中心にある仏教寺院、山野税別院では、毎年盆踊りの催しが行われ、ユニオンバンクには年に回程度サンフランシスコ送料時間の 出張サービスが訪れる。日本人街の外や周辺の市にも日系スーパーマーケットや日本料理店が散在している。全世界で第2位の規模を誇るサンフランシスコ日本語補修校の3のゼコもあるが近年は企業の駐在社員の指定よりもアメリカ人と結婚した日本人や夫婦で移民してきた永住者の子女の方が多い。 全米国際姉妹都市協会加盟都市。三の税は以下の七つの姉妹都市を有している。括弧内の年度は姉妹都市として認められた都市を指す。ありがとうございます。